6月20日火曜日の全国の天気をお伝えします。天気図で見ていきましょう。高気圧に覆われて本州付近は日差しが届くところが増えそうです。詳しく見ていきます。天気の移り変わりです。朝6時から見ていくとよく晴れる場所が多くなりそうです。ただ風と風のぶつかり合いによって紀伊半島南部でしたり、午後の時間帯は四国のエリア、太平洋側でも雨の降る可能性があります。空の変化にお気をつけください。また前線の影響もあり、南西諸島は引き続き雨が降りやすい天気です。急な斜面、崖には近づかないようにしてください。続いて気温の予想です。14時の気温を見ていきますと、西日本を中心に気温が高めで25度以上夏日、九州では30度以上真夏日といった場所が出てきそうです。気温差も大きくなりますので、体調管理をしっかりとしてお過ごしください。詳しい内容はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。